中に僕が煽って未経験からの売れっ子を多数輩出するザ・ジェントルメンズクラブ。そこでは2億円プレイヤーのアマネシンが代表取締役を務める。オープンしました、オープン同時にちょこちょこお客様がご来店されている状態です。新規のお客様のポイントをやってて、罰ゲームとして助走してもらってる従業員が数名います。そこもよかったら見ててください。この後のなんか高額入るっていうのをちょろちょろ聞いてるので見ていただければと思います。ありがとうございます。時刻は20時。オープンとともに次々にお客様が来店。新代表のお客様もオープンからご来店されていた。いただきます。よいしょ。新代表です。新代表です。シオンと、そう、同じ年だ。1個差ぐらいですね。シオンが上なんです。そうですね、でもほぼ同期ぐらいです。でも一応先輩なんで。一応ね。シオンは僕が代表が、この元別の店舗にいた僕が代表っていうのもあって、ここに来てくれたって本当か分かんないけど言ってくれた。もう先月で言うと前の店舗の3倍ぐらいだった。すごいね。そうですね。さあ、もう優しいよね。もういかにサボってるかって言おうとしたんだけど。入店当初からアマネシンと共に先頭に立ち、お店を引っ張ってきた家具屋主任。新代表について彼はこう答えた。3月から代表代理に就任して、アマネシーな店舗トップの体制が始まったんですけども、お店のことだったり従業員のことだったりやりつつ、自分のこのプレイヤーとしての動きをしていて、もう遥か昔からも代表のような動きをしていたんじゃないかなって思いますね。僕が代表になるっていうふうに口でも彼言っていて、それを実現したので本当にすごいなって思いますよね。なるべくしてなった男だと思います。本当に、はい。僕ホストを始めた時、めっちゃ最初の頃一緒に住んでたりしたこともあったぐらいなんですけど、僕の方が年齢5個上なんですけど、僕が毎日りょうやさん LINE 触んないとダメですよって言って起こされてました。そういうところがすごいなって。この日は現時点で少なくとも3組のご指名。いつ寝てるかわかる。一方、こちらの宅では、ボーリングか。いや、聞いたんだ。まだ顔してない。大丈夫。僕ちなみに今席着きましたから、ね、シャンパン買って5本今日ヤクザないでしょ。今日ヤクザないです。おめでとう。おめでとう。スラットの置き方でシャンパン置いてくるって怖くない？見たことありますか？ないっすよね。席ついてないのに50万かかってるから。これ多分飲まないと次ないから。試されてる気がする。果たしてこのお客様から追加のシャンパンはあるのか。するとここで、さらにシャンパンタワーまでも獲得。まだ10時、ピシャモデルカシワ。スタート。オキパルスディこれからも隣にいてくれたら嬉しいです。僕を幸せにし続けてくれれば幸せになれると思う。おっ、かっこいい。今日ちょっと見ちゃう。チケットでもらってください。いや、おいいや、おい。うまい。90%。よっしゃ。
通常営業日にしてザ・ジェントルメンズクラブは圧倒的な盛り上がりである。続いてアキラ神子さんのシャンパンオーダー。経験してもね、あるんで残り1時間盛り上がっていきたいんで、はい、皆様いただきました。かぐやし、飲んでください。 OK!自分のお客さんちょっとついて満足してくれたんで、今から遠征回ります。今月 JKC があるんでね、 JKC 組の、サポートできるように遠征行ってきます。緊張してきた。そうそうだ、ありがとうございます。なんで自分から入れたいか言ってるかじゃなくて、なるほど。でも今月はもう応援するしかないみたいな感じで、まあ今日もイベントみたいなもんなんで、確かにもう一本言っとく。今月JKC が JKC がねあるんですけど、今こうダントツで1位走ってるんでね、もしよかったら。人生で初めて尊敬して憧れた人、天才だし努力を努力とは思わない人、それが僕真似できない。で初めて聞いたら多分嘘です。何回も言ってくれてて、これ本当やな。じゃあお酒補佐のヘルプということで、ありがとうございました。やばい、ありがとうございます。なんだかんだ JKC 意識してる。いやー本当にそうです。会心の一撃って言って、今こう JKC で長径15枚以上入れたらボールが流れるんですよ。これもしルルが入れたら使ってくれます。はい。おお、ルルホスト TV デビューです。いやいや。新年からじゃん。会心の一撃やるらしいです。優しいですね。まあ、常に笑顔ですし、まあ、だからこそお客様を笑顔にできて、まあ、たくさんの人から応援されてるんじゃないかなと思うし、まあ、その笑顔に、まあ、後輩たちも救われてるなっていうのは、見てて思いますし、温かくてストイックな男だなって思います。さあ、ジェルプレイ！誰？誰？誰？シャンパン、ありがとうございます。明日やっぱ主任のリアバなんで、やっぱかぐやジュニアからお祝いしないとやっぱいけないと思ったんで、はい、ベッドで JKC 盛り上がっていきましょう。はいはい、グルーチューシーまだまだ盛り上がってもすぎ、みんなの気持ちよくするから、ジェットで抜けない処理するから、本当に思ってくれてる？いや思ってありがとう。同じチームのルールがね、であんなにかっこいい姿を見せたんで、マジ嬉しかった。はい、キミさんもそれに答えてくれて本当にありがとうございます。今月ね、ジュニアすごく活躍するチャンスが多いと思うので、今月頑張っていきましょう。イエーイ！カリスマ的存在感を放つ新代表のホスト前を知る人物がいる。関係性だと前職の同期で、高校を卒業してからの経歴が全部一緒ですね。
からしたら普通に友達だったんですけど、憧れの目線っていうのがすごい熱い男性になってて、あ、なんかすごくなったんだなみたいな感じでした。もともとそういう人だったかって言われると、まあ、リーダー的な存在で人を引っ張る力っていうのも元々あったと思うんです。歌舞伎ナンバーワンになれるぐらいすごい男性になるんだろうなとか思ってます。真のナンバーワンのホストになるため日々の計算は怠れない。今月 JKC もあるんで、やっぱ僕が一番背中を見せないといけないんで、今日の売り上げってよりは本当にこう今月の売り上げを僕が意識して、はい、ナンバーワンとして負けられるなと思います。ホスト TV さん、ちゃんとここカットなしでお願いします。どうぞ。ねえ、えちちラストオーダーでエクストラ2本あげます。そしてお会計220万オーバーあげます。どういうこと？あのね、僕担当なんですけど、本物の担当はこのマネージャーと影谷主任が担当なんで、2人が好きでお店が好きで、多分僕のことはね一番好きじゃないと思うんですけど、でも僕にできることこれからもね、あのさせていただけたら嬉しいなと思うんで、いいところを見させてくれて本当にありがとうございます。感謝してます。来月倒しようね。おい、最高。キャストが見せ場を作ったこの日の営業だったが、2億円プレイヤーは格が違う。圧倒的な差を見せつけラストソングを獲得し、この日の営業は幕を閉じた。だけでね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、盛り上がってますね。一人一人に丁寧ですね。金を払っていただいてる側で、僕もそうなんですけど、飲食店とか行った時に、まあ、絶対丁寧に接客してくださるじゃないですか。だからこそまあお客さんも丁寧なんだなって思ってるんで、雑に扱ってお金は僕は生まれないと思ってるんで、本当に素で丁寧にできるように無意識になれました。神速神聖神格、人知を超えた神話が始まる。24時から恋へ落ちる。